さすがに1周目の使い回しだから噛み合ってない部分もありますね。ここアミの代わりになるものが都合よく見つかるかどうかだけど、ハンモックとか麦わら帽子とか言ってたやつなの。普通に寮で使うアミは売ってないだろうしな。何か代わりのものを使ってみるとか。代わりのものってどんなのがあるかな。ハンモックです。アミ目状である程度の大きさと柔らかさがあれば何でも大丈夫だろう。どっちにしても普通のお店には置いてなさそうだね。何かいろいろと置いてそうなお店を探してみるのがいいかも。どんなものがあるかな。まさかいきなりハンモックはどうでしょうかとか言ってくるんかな。何か思いもよらないものが使えるかもしれません。頭を柔らかく視野を広くして一緒に考えながら探してみましょう。言うはやつし。一言一言だな。ん？隠しか？布団はいいな。あーもうお布団。何急に。布団が吹っ飛んだ。だから何急に。エリナに合わせただけだけど、それが何か。ちょっと叫んでみただけ。じゃなくて帰りたいお布団に。確かにあのお布団すごく寝心地いいよね。羽毛っていうの？かわいそうに。京香ちゃんは羽毛布団を知らないのだな。何よ、別にいいじゃん。違うの？そうね、違うわね。綿だと思うわ。え、そうなん？私羊毛だと思ってた。確かに掛け布団はふんわり軽いわね。メキシコ綿なんだと思うわ。敷布団の方がぐっと硬くて弾力があるでしょう。あれは多分インド綿。イサナ詳しい。イサナちゃんもお布団好きであるな。安眠が成長ホルモン分泌にいいって聞いてね。それからできる範囲で寝具にはこだわってるの。なるほどね。じゃあみんなで成長だね。今ちらっとこっちを見たろ。はっはっは。これからこれから。いずれにしても乙女の尽きせぬ悩みよね。贅沢言うな。これいる？それじゃあ早速ハンモック広げてみるぞ。あ、一人で広げるのは無理っぽいな。ゆゆこちゃん、そっちの端っこ持って。うん。意外と重いのだな。一番うちに身長近いからと思って任せたけど、やっぱ両端に一人ずつじゃきついかな。ゆゆちゃん、私手伝う。おお、すまないね。あったな、こんなの。私がこんな体なばっかりに。それは言わない約束でしょ、おっかさん。何の約束？まさかエリナがゆゆこのお母さんだったなんて。ただのお芝居じゃないかしら。今は寮に集中しましょう。これ突っ込んでたな。あ、そっか。私もカズミの方手伝ってくる。冷静とか言ってたような気がする。私がこっちで全体を見ておくから、みんな声を掛け合いながら進めて。ちょっとシュカちゃん無視しないで。よし、仲間に入れてあげて。お魚いっぱい取るぞ。うまくかかってほしいところだが、ま、試しにやってみよう。イサナさん、私もここで見ていていいのでしょうか。ハンモックを支えるお手伝いをした方が。いえ、しかも私の隣にいてくれる。あら、私一人じゃ何か見落としちゃうかもしれないし、いてくれた方が心強いわ。わかりました。何か気がついたら言います。準備はいいか？もう始めるぞ。いっせーの。せー！ああ！
スの抵抗が結構強い。これ一緒なんだな。やっぱハンモックだからな。普通の網ならもっと楽なんだろうけど。水ではない何かがハンモックに当たっている。そのような感触があるぞ。うん、今何か当たってるよ。小刻みにハンモックビチビチしてるもん。何匹かかかってるみたい。角度を変えて下から持ち上げるようにしながら水中から引き上げてみて。よし、行くぞ。いっせーの、かかってるかかってる。やったわね。2、3、4匹。小さな魚だけどちゃんとかかってるわ。ここは全部のイベント CG にシュカちゃんが絡んでほしかったけどな。私たちは6人だけど獲物は4匹。さて問題です、京香ちゃん。公平に分けるには魚を何分割すればいいでしょう。ちゃんと6人ってなってる。急に言われても、これはあれだな、割り算の通分ってやつ。覚えてません。わかった、3分割だ。それで1人に2つずつ配ればいいの。18分割でいいんじゃない、月姫的な意味で。正解。16分割だったっけか。やった。魚の3分割ってことはつまり3枚おろしってやつ。式的な意味で。いえ、3枚おろしだと1枚は骨だけになっちゃうんだけど。それじゃ全然食べるところないよ。公平な3分割のはずが、そこにも罠が潜んでいたのであった。哀れ、配られた2枚の骨を前に絶望する京香ちゃん。ひどい、私2枚とも骨なの。ナレーションが勝手に私の運命を決めてくる。いえ、あの、今の網でもっと取ればいいのではないでしょうか。それ僕が最初に言ってたやつ。お魚は取れましたけど、一匹一匹は小さいですし。うん、ナイスツッコミ。さすがに6人で分けるには足りなさすぎるし、そうするのが一番いいよね。つまり分割するんじゃなくて足せっていうことね。ゆゆこどうしたの。何笑てんねん。いや、まさか秋葉原まで来てこのような量をするとは思っていなかった。それが少しおかしかったのだよ。本当だ。でも今すっごく楽しいよ。ええ、そうね。こんな形で遊ぶなんて思ってなかったけど。あと何匹取れるかな。こういうのもある意味ゲームっぽいよね。これはゲームじゃないんですよって言ってほしい。よし、早速もう一回ヘトヘトになるまで取るぞ。シュカのせいで空気悪くなる。シュカが加わったばかりにギスギス展開来い。量ってこんなにハードだったんだね。あ、足がガクガクに。私が笑えば私の膝も笑う。そういうことだな。そういうこと。一見うまいこと言ってるようでよくわかんないよ。途中でキイカさんと少し交代したおかげで私もいい経験ができました。ロシアではああいう漁はしたことがなかったので。まるでロシアで漁はしたことあるみたいな言い分だな。あー、だろうな。漁に出たことあるの。ロシアの川に足つけて漁なんてしたら凍えそうなイメージ。向こうの川って何度くらいなの。-100とか。そんなにひどく冷たいわけではありませんよ。あ、そうなんだ。冬はともかく春先なら3度前後かと。じゃあもうロシアじゃあったかいぐらい。それは十分冷たいと思うぞ。多分風邪ひいちゃうよね。
日本の川でよかったけど、どっちにしてもヘトヘトだよ。みんな付き合わせまくってごめん。うちは割とああいうの慣れてるからな。私ももっと早めに止めるべきだったわね。それか途中で交代すべきだったんじゃ。いや、イサナには大事な任務があるのです。他の誰にも代わりのできないイサナだけの使命が。そうだそうだ、疲れ果てボロボロになった私たち、この体を癒してくれるのはイサナの美味しい晩御飯しかない。そうだそうだ。何これ。何これ。このくらい期待されているということだよ。小児さんがプレッシャーを感じなければいいが。そんなに期待されても味付けはお塩くらいしかないのよね。でもそこまで言ってくれたんだもの、できるだけ頑張って用意するから待っててね。私もお手伝いします。イサナさん、あまり疲れていないので。ありがとうシュカ、お願いするわ。このシュカの発言にすごい期待しちゃうよね。ハードル上がっちゃうよね。どんなセリフ来るんやろみたいな。うわー、お腹すいた。結局全部で何匹取れたんだっけ。結構取れたぞ。一人頭3匹ってとこだな。もっと取れたと思ったのにな。とっさの代用品にしてはいい結果ではないか。それに面白い経験ができた。うん、そうだね。よし、次はもっとたくさんお魚を取るぞ。おお、その息だ。ところでイサナさん、うちはまだ元気だけど何か手伝おうか。カズミに関してはこれぐらいがちょうどいいと思うんだけどな。このぐらいのよそよそしさが。ありがとうカズミ、シュカと一緒に手伝ってくれる。と言っても食器を出すくらいなのですぐに終わってしまいましたが。もう出しちゃったの。うん、あんまり凝ったお料理は材料がなくて作れないから手伝ってもらうこともそんなにないのよね。余ってるやんけ。直接の手伝いが無理でも何かできるはず。そうだ、うちはイサナさんを応援する。頑張れ頑張れイサナさん。気持ちは嬉しいけどそんなに応援されても。カズミさん、ここからが見どころですよ。固唾を飲んでじっくりご覧ください。何を。おお、わあ、お魚を焼いてる匂いだ。火を使ってるの。イサナの仕事が。 IH だから正確には火じゃないけどね。火力はコンロと変わらないみたい。うん、お腹空いてきた。耐えるのだ、今は耐え忍ぶ時だ。お魚は小さい分すぐに火が通るから、もう少しだけ待っててね。はい、お待たせ。メニューはシンプルに焼き魚にしたわ。味付けは塩しかなかったけど。いやいや、十分いい匂いだよ。早く食べよう。ねえ、食べよう。はいはい。じゃあみんな手を合わせて。いただきます。ごちそうさまでした。いただきます。うまい。汗かいたからかな、この焼き魚の塩味が染み渡る。うん、絶妙な塩加減だ。贅沢を言えば白いご飯が欲しくなる。結局米は作れなかったな。それ言わないようにしてたのに。炭水化物と組み合わせるならカップ麺と一緒に食べてもいいかもしれませんね。カップ麺とお魚か。シーフード系って考えればありなのかな。シーフードヌードルの誕生である。そう思います。でも今日はちょっと遅くなりましたし、お魚だけの方がいいのでしょうか。ああ、あまり遅くにカロリーの高いものを食べると太ってしまうというしな。まあこの状況下じゃ太れないでしょう。それはやだな。安心してゴロゴロできる生活のためにも
健康には気をつけなくちゃ。むしろゴロゴロを減らせば健康になると思うけどな。今日はみんなたくさん歩いたし、気にすることはないと思うわよ。それも確かにそうだ。というわけで遠慮なく食について考えるとしよう。イサちゃんお料理上手だし、調味料以外でバリエーションつけるなら今度は他の調理法を試してみてもいいんじゃないかな。お刺身とかどう？刺身とかなかったよな結局。いや、川魚は生で食べない方がいいな。そんな話でしたね。物によっては食中毒になることもあるし、しっかり加熱しないと危ないぞ。でもうなぎとかいたよな。そうなんだ。カズミ詳しいんだね。あんだけうなぎ取れたらかば焼き毎日食えるやんけ。アウトドアには危険もあるからな。そういうことはきっちり勉強してるって。加熱すれば大丈夫ということなら煮魚にするのも選択肢としてはありそうだな。そうだな。と言っても今できるのは水煮くらいだし、焼き魚ができれば十分だと思うけど。うん、私もそれでいいと思うよ。バリエーションはあくまでただの提案だし、イサちゃんの焼き魚美味しいからね。喜んでくれてよかった。みんなで頑張って取ったお魚だもん。私が台無しにしちゃわないかちょっと不安だったの。塩だけでこんなに美味しいのが作れるんだから、イサナさんが心配することなんてないって。焼いただけですけど。それは少し違うかも。このお魚が美味しいのはきっとみんなで力を合わせたからよ。きっと IH コンロの力じゃないですか。今日のご飯はただ用意されたものじゃなくて、みんなで頑張って取って作ったもの。昨日や今朝食べたカップ麺の方が味付けや量ではきっと満足のいくものなんだけど、このお魚の方が美味しく感じるのはきっとそのおかげよ。ていうか味付けの面でもカップ麺の方が上なんだ。イサちゃん先生。え、先生って何が？イサちゃんママ。すっごく胸に響く言葉だった。そうだね、みんなで頑張ってよかった。さあ、それがそれこそがアウトドアなんだ。改めて教えられたぞイサナさん。いや、イサナ先生。ママ。先生はやめてよ、恥ずかしいから。力を合わせたからか。美味しいご飯を食べるためなら私も協力は惜しまない所存だぞ。これからも頑張ろう。おお。みんなテンション上がりすぎよ。もう恥ずかしい。喋らない。いや、楽しい時間はあっという間って言うけど、すぐに食べ終わっちゃったね。そうね、小さい魚だったから。天ぷらにでもできればもっと食べ応えを出せるのだけれど。天ぷらも出なかったな。イサナさんは今ある食材で精一杯やってくれたよ。これからもよろしくお願いします。お願いします。はしゃぎすぎないの。でも本当にあの量で足りたかしら。晩ご飯は控えめにした方がダイエットにはいいと物の本に書いてあったのを見たよ。ダイエットか。毎食この量だったら足りないかもな。かといってこの小さい魚を満足できるくらいたくさん取るのは結構大変そうだ。大丈夫大丈夫。お腹は空いてても胸はいっぱいだよ。あるある、まあまあある、ないないないじゃん。いいことを言っているところ悪いのだが、お腹が空いているのはまずいと思うぞ。えー、ゆゆこが冷静。とりあえず先のことはまた考えましょうか。今日はみんな疲れたでしょうし。賛成。早めにシャワー浴びてぐっすり寝ちゃいたい。喋らないんかい。じゃあスキップさせなさいよ。